連れてください。今のゆらの夜ご飯を食べます。食べてます。食べ途中。名前読んどったのにすみません。真央さん、なべちゃんさん、きびだんごさん、かきひこさん、きよにいさん、たっくんさん、としきさん、ふくおさん、こんばんは。皆さんこんばんは。もはや主食って、もはや主食、私の主食は板チョコアイス。うん、うん、うん、おいしい。とんなかさん、こんばんは。髪の毛がめっちゃストレートになってしまった。おいしい。あお、あーもうめっちゃ落とす。白 T シャツ似合ってると嬉しい。むっちゃんさん、コスモスありがとうございます。ハリさん、こんにちは、こんばんは。トマーキさん、こんばんは。やばい、あかん。はい、来ました。うん、おしゃべり会金曜日かなのに詳細が送られてなく、ん？送られてこなく不安ですって。どれぐらいに送られてくるの、そういうのってどれぐらいに送られてくるんですか。外界平均ライちゃん、こんにちは。アニモカさん、かわいい、ありがとうございます。いつもギリギリ、そうなんですね。なるほど。じゃあもうじゃあもうちょっと待ってたら来るかもしれないですね。来るんじゃないでしょうか。
ごちそうさまでした。おいしい。 ASMR、 ASMR っぽい。でも板チョコアイスで ASMR してしとる YouTube の方めっちゃおるんですよ。おいしい。ユッキーさん、バラありがとうございます。ナオピーさん、ヨシカナさん、母さん、こんにちは。アイスいくつだよのって、まあ1個にしときましょうかね。今の1個で。今日は、いやでも本当はね、本当は夜ご飯はなんだっけ、あれが食べたかったんですよね。えのきともやしが食べたかったんですけど、ちょっと焼き忘れました。焼き忘れました。リップの色好きって、リップ最近濃い。なんかね、前までね、リップのねありがたさをねあんまり分かってなかったんですけど、なんかリップそんなに興味なかったんですけどね、最近は赤いです、口が前より。そうですね、うん。ショールームでみんなとお食事会します。え、したい。ちょっとゆらはね、えのきともやしをポン酢で食べたいんですけど、ちょっとでも板チョコアイスの後にそれってさ、マジで差が激しすぎない？差が激しすぎないかって思うけど、でもいいかもしれない。え、食べたい。ちょっとみんなでお食事会したい。今からお食事会したいですね。そろそろこんばんは。マスボンダくんさん、こんばんは。あきもさんも、津田ひろみさん、こんばんは。ともあきさん、ご時期だちゃん、ありがとうございます。初見、なんて読むんだろう。英語苦手み、こんにちは。リップだいぶ印象違ってくるって。変わる？変わりますでしょうか？どうでしょうか？最近赤いんですよね。ゆら。そうですね。茶碗カフェという店でご飯食べる。そんなお店があるんだ。美味しそう、名前。名前美味しそう。ファンの皆さんのオンラインお食事会してほしいって。え、オンラインお食事会したい。したい。できるかな、今日。できるかな、できるかな。やりたいな。ちょっと、えのき。あ、ちょっと、帰ってきました。家族が帰ってきました。すみません。ちょっと音をね、皆さん下げてください。音を皆さん下げてください。うるさいんで今。音を下げてください。お願いします。あ、妹が今学校から帰ってきました。妹は学校から今帰ってきたので、えのきを焼いてもらいたいと思います。ね、えのきともやしをちょっとあれして茹でてほしい。あと、えのきともやし茹でてほしい。電気つけて。暗い。無事帰宅しました。パチパチ。3、2、1。おー、
やっぱ、わあ顔が違うようになった。わあなんか違う、え待ってなんか色おかしくない？えなんか明る、えこんな明るかったっけ？電気変えた？え？ちょっとあの茹でてください。あのこれに、え赤いよやばいよ。ええ違う違う、待ってびっくりした。ここ、あ違うじゃないかよ。私顔、まあいいかここで。あのこの中にあのえのきともやしを入れて、でこれで茹でて、あのポン酢をお皿の中に入れてきて、あと箸持ってきてほしい。うんうん、えやばくない？めっちゃ変わったんですけど、えびっくりびっくりみたいな、えなんか変わった、やだな、なんか変わった、やだな、こんなに変わるもんなんですか。味噌汁じゃないのねって、そう味噌汁は今日はもう食べない今日はもう食べない。夕日が沈む空を見ているか、今日は昨日とはね違って髪の毛を下ろしてるんですよ。どうですか皆さん。お妹が今調理をしてくれている。しかもねここゆらの部屋じゃないんですよ。昨日からここはリビングの一つのところなんですよ。こうリビングの角、ここがソファーになってて、こういう状態ですね。そうここはリビングです。本当は実は私のお部屋ではございませんということを気づいたでしょうか皆さん。昨日からなんか今日ね一回ねアイロンでストレートにしてしまったんですよ。だからちょっとストレートなんですよ髪が。髪がマサパンダくんさん可愛い、ありがとうございます。もう引かないのさん、アイスありがとうございます。パロプンテさんこんにちは。なんかいつもと違う感じだなって。何ライトが違う、ライトが違うですね。なんか変わ、あのリビングだから変わりましたね色が。あのオレンジなんですよ、だからオレンジ夕日だって感じなんですよ。お調理をしてくれている。水の音が聞こえる。皆さんも聞こえますか水の音。すいません本当に申し訳ない。妹にはもう学校帰ってきてから今すぐにあの料理をさせてしまって、うんうん、あ半分でいいや、えのきは全部、それは全部、えでも茹でたら量少なくなるけど、そうえのきは一袋全部で、なんだっけ、もやしはあの半分入れてもらいました。音でも美味しそうでね。もひかないのそうさん、ハート100個ありがとうございます。むっちゃんさん50件ありがとうございます。まじろさんこんばんは。むっちゃんさんタコありがとうございます。そう妹が今ちょっとゆらがここで離れたらちょっとね火が危ないから、妹がやってくる。安部さん、ご自身ありがとうございます。安部さん、健康第一ありがとうございます。ゲダちゃん、調理しないの？え、家に一人でいるときにお腹が空いたら調理っていうか、するけどって感じですね。やっぱね、あでも家にさ家に誰かがいたらしないかもしれない。でもなんか
家にあるものを食べる家にあるものを食べます。ゆらの得意料理は鍋です。ゆらの得意料理は鍋鍋ってだって良くない？だって鍋っていいよね。鍋って美味しくない？皆さんは何をつけますか？鍋、何鍋って普通のごく普通の鍋、まあ、あの野菜をあの鍋に入れるだけっていうそれをポン酢で食べるっていうのね、もうそれが一番いい、それが一番いいんです。あでもあのゆらはキムチ鍋の作り方がわからないんで、キムチ鍋食いたい。ゆらもキムチ鍋食べたい。薬味、そう薬味大事だけどさ、家にあれがなかったんですよね。もみじおろしとかネギとかがなくて、まあなくても一味とかかければ美味しい。モヒカナナソさん、かわいい、ありがとうございます。花束ありがとうございます。そろそろ南部の季節か。確かに。やばい、濃すぎたかな。リップ濃すぎるかもしれない。まあいいや、喋ってたら取れていくよね。つくね食べん。つくねあんまり食べんねん。ゆらキムチ鍋夏でもするって。ゆらもなんか鍋って冬のイメージあるけど、ゆらも気にせずに食べる。鍋好きだから。鍋大好き。野菜いっぱいの鍋とかだったらね、そういい。鍋カロリー低いからって。そう、美味しい鍋マジで。でも鍋って美味しくていっぱい食べてお腹いっぱいになるけど、お腹すくのはマジで病なんですよね。やっぱり炭水化物がないからかな。そう、野菜たくさん食べれる、美味しい。でもいら、鍋の種類だったら普通のごく普通の鍋と、ごく普通の鍋とキムチ鍋しか分からん。あと何鍋があるんだろう。俺の今日のご飯鍋にしようかなって。鍋おすすめ、楽だしね。鍋楽じゃない。で今日は皆さんと一緒に夜ご飯を食べようっていう配信にしたいと思うので、夜ご飯を食べようっていうあの配信にしようと思ってるので、皆さん夜ご飯準備してくださいませ。ゆら何年に通ったんだろう。夜ご飯食べとるって気づかんかった。ちょっと待ってね。食べまーす夜ご飯。ミルフィーユ鍋。そん、えー、すごい。クロちゃんさんこんばんは。今日はお好み焼き。全然食べてないな。お好み焼き食べてないですね。食べたいですね。鍋で一番好きな具材はえのきですね。えのき一番好き。皆さんは何が好きですか？安いし美味しいし。そうなん、ミルフィーユってそもそも何かわからん。何がいいですか皆さん。鍋の具材選手権。皆さんは何鍋が好きですか？あ、何鍋じゃない、鍋の具材選手権。
あ、豆腐か。ゆらね、豆腐ね豆腐ね、なんか謎にあんまり食べないんですよね。なんか崩れるんですよ、ゆらが箸で持ったら。だからね、なえる長ネギ、あ、長ネギ、ウニしゃぶ、え、おいしそう。ウニしゃぶ食べたことない。キムチもゆら確かにね、キムチだけ取ってこれ食べる時もある。白菜、あ、白菜、そっか、白菜。タカさんこんにちは。白滝、え、白滝美味しい。白滝はね、ゆらおでんでめっちゃ優勝って感じ。あ、そっか、頭ですくえばいいんかな、理解した。今なんかめっちゃこの光だったら肌の色がちょっと黒く見える、赤く見える。くず切りってなんだろう、わかんない。すき焼きしかかな、え、すき焼きも食べたい、食べたいよ。マスクさんこんにちは。マスクさんこんばんは。帰宅途中なので星投げ投げておきます、ありがとうございますありがとうございます。ポケットからキュンです。豚肉って、豚肉もそれ美味しいですよ、美味しい。もうお肉食べたらね、やっぱね、お腹結構いっぱいになってくる、だんだん。ポケットからキュンです。何食べよう。あ、ゆらね、今日ね、人生で初めてね、なんか自分で、美味しい、それママよね、それ。え、なんか人生で初めてあれを作ったんですよ、なんだっけそれ。そう、フレンチトーストを作ったんですよ。もうなんか変な味になって、変な味じゃないそれ、なんか甘くないよね。え、ちゃんと喋ってもらっていいですか。そう、なんか甘くなくてフレンチトースト感がなかったから、ちょっともうちょっと頑張って、いや砂糖は入れたけど少ないかもしれない。マサパンダくんさん、紫タコありがとうございます。イレブンさん、かわいい、ありがとうございます。牡蠣食べたい。鍋はだしに汁によって好きな具材。ああ、なるほどね。えいちゃんさんこんにちは。そう、なんかフレンチトーストって言ってもなんか YouTube でなんか見た時に、なんかもう卵、砂糖、パンでなんかいけるみたいな感じだったから、それでやったんですよ。でもねなんかね、あんまりフレンチトーストとかもなかったから、明日の朝試したいと思います。あ、確かに鍋を、確かにあれでごまのドレッシングで食べると美味しい、あるよね。あ、フレンチトースト牛乳か。なるほどね、なるほど、牛乳。ああ、そうだ。え、その子牛乳入れてなかった。なるほどね、牛乳か。あ、明日やろう。じゃあ明日じゃない、後でやろう。じゃあ後でやろう。あ、ありがとう。箸とお皿ある、重い、ちょっと待って、はい、ありがとう。でも豚肉も入ってるけん鍋ですね、ほぼ、うん、あんちゅ箸と、え、
ないよないよ全然余裕 P やバニラオイル、え、プロの味、ちょっといいことを聞きました、ありがとうございます。エイジャスさん、マスオさん、50カウンター51ケーキ5個ありがとうございます。インドネシアからあなたを見てます、ありがとうございます。むちゃさん、ありがとう、ありがとうございます。あのお皿と卵と、お皿と卵と黙ってって言っとるとか言われます、あ、待って待ってね、昨日の給食カレー豆腐、今日はもずくの、おいしそう。給食とかは中学校以来なので2年食べてないですね、約2年。ポケットからキュンです、え、何落としたの、キュンです。君がくれたキュンです、でも君にあげられなくてシュンです。ポンポンさん、こんばんは。おぬぬめですか、バニラオイル。それは違う、お茶碗、それちょっとやっぱね、そういうなんかふうじゃない。チャク、チャクおいで、ちょっと今日は自由な配信ですね、今日は自由、まあいつも自由なんですけれども今日は一層自由です。チャーズくんおいで、チャーズくんおいで、チャーズくんおいで、おいで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 、なんで来ないんですか、おいで、チャーくん、チャーくん、こっち、ポケットからキュン。横山三郎さん、こんばんは。いつも自由、そういつも自由なんですけど今日はもっと自由です。なんか夜ご飯だから、そう夜ご飯配信なのでいいですね。ポン酢、ポン酢、ゆらが好きなポン酢、もうゆらポン酢飲みたいもん。ポン酢飲みたいっていうぐらい好き。熱くない、ね、これ、これ水と氷でお願いします。ちょっと妹にいっぱいちょっと注文したら頭を抱えました。え、ちょっと、ね、箸と、あ、じゃあゆらがちょっと待って、皆さん待っててください。あれ、卵を、卵と、ねえねえ聞いて聞いて、あー卵と、卵と箸と水。私も行こうか。マサバンナくんさん、タコありがとうございます。ポン酢しか買ったんで、え、みんなも飲めるポン酢、ポン酢が届きました。頭を抱えさせたのか、そう。ひめたん、夕食食べながら配信よく、確かにさこちゃんが配信しとるときさ、だいたいご飯食べとる。あ、ありがとうございます。お水がね、届きました、皆さん、お水、オンライン夕食会。あれ、まず、うん、ポン酢なんでも合う、それな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 。アフロティさん、こんばんは。やった、みんなと一緒に今日は夜ご飯が食べれるということで本当に嬉しいですね。初めてかもしれん、夜ご飯を食べるっていう配信、初めての予感、初めてだと思います。柚子胡椒美味しい。つばじろうさん、
ハートハート100個ありがとうございます。やったー、楽しみですね、皆さんと夜ご飯を食べれます。皆さんまだ食べませんか、早めの夜ご飯どうでしょう。ユリネと前食べ、あ確かにそうだ、でも一人で食べるのは初めて。コウヘイヘイさん、うまい、ありがとうございます。もうおにぎり食べたって用意してないです。おい皆さん、早めの夜ご飯を食べる方は一緒に食べましょう。やっぱね、一緒に食べてた方がちょっとやっぱいいんじゃないでしょうか。今お仕事はだ、お疲れ様です。最近夜ご飯早いんですよね、昨日も6時ぐらいにはもう食べ始めててって感じだった。昨日も7時にアイス食べてって感じだったのでいい感じです。ありがたき。お弁当チンするところ、えでは一緒に食べましょう。見て、卵が届きました。卵匂いなし。そりゃそうか、ありがとうございます。では皆さん、手を合わせましょう。いただきます、いただきます。今日は鍋ですね。ちょっと鍋は重いから見せられないんですが、今日の献立は鍋です。鍋見せれないけど、鍋、卵、ポン酢となっております。いただきます、いただきます。すき焼きじゃないけど、なんかいろいろ鍋でもなんか卵をつけたいんですよ。だから最近卵つけて、いただきます。ということで皆さん食べていきましょうね。はい、じゃーん。うおー、このこれ分からんかな、この湯気やばい、湯気分からんか。えのきとこれはもやし。いただきます。うんうんうん、おいしい。っていう配信っていう配信ですよ。まあご飯を食べてないか、ご飯を食べながらお話をするっていうお話。早いと夜お腹空かないって、もう最近寝るの早いからっていうか、昨日から12時には寝てるからお腹空かない、寝るのが一番。これはお肉、芋とも持ってきましたんで一緒に食べます。ちょっとなら喋ってもいいよ、遠慮しとくって言ってます。美味しい。ずっとうちのミニマロンさん、こんばんは。おお、スーパー行ってくるって、留守番だください、いってらっしゃい。美味しい、マジで。妹も食べてる。今同じセットを持ってきた、ポン酢と卵。うん、卵混ぜてた妹。じゃあちょっとゆらも卵をつけたいと思います。まずポン酢につけてから、こうやって
卵につける。で食べる。うまっ。ポン酢つけて卵つけてめっちゃ美味しい。やっとる？うん、めっちゃ合うよ。まあ普通に絶対合うけど。タラララン。よく噛んだねって。よく噛みます。ご飯、ご飯、これがご飯ですよ今日の夜ご飯。まあでもさっきね板チョコアイスを食べてしまったっていうね。そう、板チョコアイスをさっき食べたじゃないですか。そしたらついにあんだけ結構大量買いしたのに、板チョコアイスもうマジでもうラス1になっちゃって、まあどうせ多分妹が食べるんですけど、後でね食べるんやろ。もうあと1個で終了します。板チョコアイス悲しい。あんだけ買った、何個買ったっけ。20個とか20個ぐらいは買ったのに、もう、あ、うち昨日2個食べたって言ってます妹が2個食べたらしい。強っ。なくなりそう。もうなくなるよ、板チョコアイス今日で。家から悲しい。給食の味みたい。なんか妹が銀の箸が好きらしいね。なんか韓国っぽいらしいんですよ、それが。だから銀の箸が家にあるっていうですね。そう、さっきこれを持ってこられた。そう、いつ買ったっけな。大量買いしたのいつだったっけと思って。1週間は経ってるけど、多分経ってない。でも2週間は経ってないよ。2週間経ってなくて板チョコアイス20個食べたってやばいですよね普通に。しかもそう、しかもそう、あの私たちしか食べてないんですよ。あのお母さんとかお父さんは板チョコアイス別に食べてないから、2人で20個ってことはもう多分1週間ちょっとで1人10個は絶対食べとるってこと。やばいやばいやばいやばくない？冷静にやばいよ。板チョコ、板チョコ、しかも板チョコじゃなくて板チョコアイスだから10個、やば。まあでも朝ごはんに板チョコアイス食べたり、あとご飯の後に板チョコアイス食べたり、お風呂上がりに板チョコアイス食べたら、もうそりゃやばいよね。チョコ食べすぎてさ、ニキビできるって本当なんかな。マジだと思う？皆さんマジだと思う？マジだと思いますか？ユラは多分マジなんじゃないんでしょうかなと思ってる。なんかちょっと一瞬なんかあれだった、ブツブツした。あ、待って、お腹いっぱいになってきた。お腹いっぱい、いい感じ。お腹いっぱいですか？お腹いっぱい？全然めっちゃお腹いっぱい。なんかやば、
マジお腹いっぱい。やば、なんか遊んどる。なんかお腹いっぱい。あ、お腹いっぱい。板チョコアイス美味しかった。でも夜ご飯もうこれで終わりにするから絶対8時9時とかになったらお腹が空くって思っていつもいっぱい食べる。なんかお腹いっぱいと思ってもとりあえず詰め込む。そしたらどうせ8時9時とかにはお腹空普通ってなってるから食べる。うんしいね。ご飯の後のアイスね、あり美味しい。お菓子は食べてない。お菓子は最近食べてないマジで。うん、はいはい。ジュースも飲んでない、え、本当に糖分飲んでない。マジ1ヶ月ぐらい多分飲んでないよね。1ヶ月以上飲んでないジュースは、ジュースは飲んでない。えら、えらい。あ、飲んだわ。え、飲んだ？ゼロカロリーコーラとかなら飲んだ気がする。それってそれでジュースに入るんですか？それでジュースに入るの？それでジュース入る？え、ゼロカロリーコーラってジュース入る？それでありじゃない？ありよね。ありでいい？ありでいいですかね。え、ジュース？それってジュース？ジュースのうちに入る？なんで？なんで？健康食品。いや、美味しかった。お腹いっぱいとか言っとったら鍋が空っぽになった。わー、妹が最後の板チョコアイスを持ってきました。記念すべき池田家最後の板チョコアイス貸して。記念すべき最後の池田家最後の板チョコアイス、皆さん見てください。いってらっしゃい。ちょっとなんかお腹いっぱいならんかった。ビューティフォーらしいです。いってらっしゃい夢の国へ。うーんって言って何やってんの。あ、ダメダメさん、こんばんは。ゼッキーありがとうございます。ゼッキー連れてこよう。ゼッキー連れてきます。あ、連れてきて。やばい、なんかめっちゃパシリのお姉ちゃんみたいになってる。めっちゃやだ。走ってる。それはそうとか言われました。違うのに。え、満腹じゃない。全然満腹じゃない。どうしよう。満腹満腹。いや、アイスはもう食べんかな。ゆら、アイスは食べんとくけど、え、どうする。
皆さんどうしますか。かずくんかわいい。お友達だよ、お友達、お友達、お友達。でもこれでガードされた。たむたむさん、ゼッキーありがとうございます。久しぶりのゼッキー、久しぶりでもないか、絶壁がいい感じ、ありがとうございます。たむたむさん、ゼッキーありがとうございます。イエーイイエーイ、ありがとうございます。え、どうす、あ、ここに置いとこうも、え、取られるかな。前も食後に飲もうと冷蔵庫にコーラ、ファンタ、水やサイダー冷やして、めっちゃいいねそれは。ウッチーさん、こんばんは、久しぶりですって。久しぶりです。久しぶりの絶壁見た。絶壁具合は久々だということで、え、どうする、お腹いっぱいじゃない、やばい、絶対これは夜にお腹空いて食べるやつ、なんかないかな、なんかないの、お腹いっぱいにならなかった、これもうちょっとない、なんかタオル、キミさんこんにちは。皆さん一緒に夜ご飯食べてないですね、多分。絶対食べてないと思う、みんな早い時間が。大体みんな何時に食べるんだろう。もう鍋の具材ないかもしれん。ある、ないよね多分。もうないかも。え、もう、もう、もうお鍋はいいや、もうお腹いっぱい。なんか欲しい。なんか欲しい。なんか食べたい。どうしよう。ね、夜ご飯にはちょっと早い。確かに。お弁当食べてる。よかった。よかった。いた。嬉しい。1ヶ月ぐらいさ、髪の、あの、違う話なんですけど、髪の毛切ってないんですよね。一番最後に切ったのいつかいね、いつかいね、いつかいね。いやもうね、9月1回も切ってないけん1ヶ月は経ってるんですよ多分。やばくない、今日のテンションなんとなく違う、うん違う。え、なんか違う、やばいね、ね、髪伸びた感あるって。え、なかった、何も。え、見に行ってくれたんじゃない今。え、そこ、あ、一本満足食べたいのある、一本満足、一本満足バー、一本満足バー食べたい。満足してないじゃんって。一本満足バーちょっと食べたい私は。理由、キウイ、あ、キウイ食べたい。え、キウイあるって。髪の毛切り時かもしれん、確かにね。でもね、ちょっと今ちょっとだけ伸ばしたいんですよね。なんかくくることもできるし、あのショートにも見えるっていうぐらいがいいんだけど、でもちょっとね、微妙な長さだったら微妙ってなるから、どうしようって感じ、今どうしようかなと思っているところでございます。いわちゃんさん、こんにちは、こんばんは。9月いっぱい、あ、切らないとこうかな、迷う、めっちゃ迷って、なんか別になんかそこまで伸びてなくない、あ、伸びたか。でもどう思いますか、皆さん切った方がいい、それとも今はまだ切らんでいい。迷い時、なんかもうちょっとしてからでもいいかなと思いましたね。
でだって君がどうとか、どうかな、切らんでもよい、もう少し短くてもいい、どうしようどうしよう、迷っちゃうじゃないですか、迷っちゃうんではないですか。でもなんかやっぱ伸びた感はあるのは分かるでしょ。すいたらね、これでも結構すいたいのよ、前に切った時に。なんかすいてからなんかめっちゃ髪の毛がなんかワッサーってなるようになって、うん、てかなんか色、髪の毛めっちゃ黒いよね、今思った、めっちゃ髪黒くない、ゆら、ゆらって髪黒いんだ、うん、どうしよう、キウイ食べようかな、食べますねキウイ食べます。やっぱね、あのデザートとしてあのキウイを食べます。秋田の夏吉さん、はじめまして、ありがとうございます。 STU48 人気研究生の池田由良です。ぜひルームフォローをよろしくお願いします。キウイいいっすね、いいでしょう、キウイ、キウイはね、おいしいんだっしょ。キウイ今でも毎日食べてる。あ、たまたまさん、じゃあ一緒ですね、アイスも食べるしキウイも食べるということで、食べてるものおそろなんか最近さ、髪の毛めっちゃ伸ばしたいって思うんですよね。でもショートカットでいたい、ショートカット民でいたいっていう思いもありながら、ショートカット民にいたいんですよショートカット民にいたいんですけど、でも髪の毛伸ばしたもう可愛いなって思って、なんか可愛いじゃん髪の毛長い人でも、だからいいなって思ったり、短い人も可愛いって思って、じゃあゆらも短くしたいっても思うし、でも長い人見ても、あ、長いの可愛いって思うし、でも最近めっちゃなんかそういう伸ばしたい欲がすごい、そうなんですよ、マジでどうしよう。いや、伸ばすよ、多分結局せない、うん、しないと思うんですけど、結局伸ばさんと思うけどね。もうでも最近めっちゃ伸ばしてみたいから、ちょっとあの7000人さ記念配信の時にさ、ちょっとロングのあれつけてみようかなと思ってるから、それが楽しみでもなんか結構ね、ショートカットの部類にいたい、ゆらはショートカットの部類にいたいからさ、あ、ちょっと伸ばさんとこうかなと思うけどね。そう、でもなんかロングもいいなって思う、いっぱいアレンジできるし、どっちもいい。え、だからもう本当にゆらのさ、頭が一個だからさ、本当に1個しかできんのよ。オーディションの時からさ、はこれぐらいだったけん、
ん、これぐらいか、これぐらいだったけん。って考えたら、それそっからさ、ゆらが髪の毛切ってなかったら多分もうロングになってるよねっていつも思いながら髪の毛を切る。え、そう、ココアさん、そうそう、ココアさんのさ、ショールームでなんかたまにウィッグつけてるじゃないですか、ココアさんもツインテールとかめっちゃ可愛い、どっちも似合う。そうだよ、エクステね、エクステつけますよ、あの記念配信。え、記念配信やっぱさ土日の方がいいよね。どっちがいい、皆さん平日見にくい、土日の方がいいよね。タムタムさん、ピンクタコありがとうございます。ね、土日がいいよね、絶対絶対的にね。山さんこんばんは。晩ご飯は板チョコアイスとか鍋とかキウイとか。あ、キウイ来た、イエイ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 、キウイが来ました。見て、なんか大量のキウイに見えるけど、これ1個丸々、お、2個だって、イエイ。これは1人で食べれるのって幸せですね。じゃあこれで私の晩ご飯を終わりたいと思います。まあね、水飲めばね、ちょっとお腹いっぱいになるかなっていう。うん、では食べます、いただきます。うん、美味しい。これを食べながらね話していくんですよ。テレビつけてもいいよ、音下げたなら。音あれね、なしね。妹がちょっと暇そうだったので。うん、美味しいの極み、やばい、美味しいの極み。何の話だったっけ。あ、そうそうそう、土日の方がいいよねやっぱり。では土日にしたいと思います。うんうんうん、ゆっくり食べる、そう、ゆっくり食べないともうすぐ終わるから。そう、今ビギナーっていう方が来てるんですけど、なんかいつもこのビギナーを見たらマジであの曲のビギナーを思い出してしまう。何の話しようかな。あ、昨日あのホーム画面を変えたんですよ。ホーム画面、これなんていう、ロック画面変えました。じゃん、山本美香菜さんに変えました。もう可愛くて、めっちゃ可愛くて、山本美香菜さん、ちょっとゆらもあのなんていうんですか、食べ過ぎそうになった時にあのこういう可愛い人をね、すぐあの携帯の画面をって絶対見るじゃないですか、もう常に携帯って。あ、一緒だった、 妹もそういうなんか あの何可愛い人をトップがなんていうの、ロック画面、憧れの人をロック画面にしてるらしい。でもゆらのいとこもなんか韓国の人が好きなんですけど、韓国のアイドル
さん、あ、妹も、そう、妹もいとこも韓国のアイドルさんが好きで、そのモチベーションとか上げるためにその画面を可愛い人とか憧れの人にしてそう NMB の山本美香奈さんにしてます。私めっちゃ可愛くて本当に、そうだって、あう、だってさずっと見るじゃん、だってさずっと見るじゃん画面って。だからあの食べ過ぎそうになった時とか山本美香奈さんを見て、あゆらも可愛くなりたいって思ってちょっと我慢したりしてる、食べるの。って言いながら今食べたけど、これは夜ご飯だから、たまに食べたくなる、あの夜食とか食べたくなるけど、いや可愛くなりたいからって思って画面を見て、そうって感じ。スケモンさんバラありがとうございます。ちなみにあの画面は山本美香奈さんで、あのパスワード打って開いたっていうところも山本美香奈さんにしてる。そう、うん、なんですよ。なんでね、でもこれ今食べとるけど夜食べんけん、夜かもう。もう夜か。なんでね。そう。めっちゃカタカタ言うじゃん。めっちゃカタカタ言うやん。うんうん。あ、やばい、残りキウイもあと4つとなってしまいましたので、悲しいカウントダウンが、カウントダウンが迫って、うんうん、最後の一つとなってしまったキウイ、さよなら。美味しかった、ごちそうさまでした。え、うん、いい感じ、腹八分目っていうぐらいなんで今いい感じ、いい感じです。よし、ということで食べました。マサパンダくんさんハートありがとうございます。うん、はい、ということで終わりたいと思います。あ、水飲んだらめっちゃ満腹度きたわ、満腹度きた、きた。ということで皆さん終わりたいと思います。満腹です、配信を終わります。ありがとうございました。ということでランキングを読んでいきたいと思います。あ、いい感じにお腹いっぱい、水飲んだらお腹いっぱいになった。ということでランキングを読みます。はい、13位マサパンダくんさん、12位ハナさん、11位マスオさん、10位赤いマフラーさん、9位ハリさん、8位ノリさん、7位イレブンさん、6位ヤスベイさん、5位ユッキーさん、4位島次郎さん、3位むっちゃんさん、2位も引かないなそうさん、そして1位はドゥルルルルルッン、タムタムさん、ありがとうございます。イケイケゴーゴー、イケゴーゴー、今日もタムタムさんはイケてるよ。
ありがとうございます。タムタムさん、デッキーもありがとうございます。デッキーもイエーイ、ありがとうございました。ということで終わりたいと思います。ありがとうございました。では皆さん、早いんですがね、おやすみなさい。おやすみなさい。早いけど、バイバーイ、バイバーイ。